疲れ様です。名言セラピーの翡翠小太郎です。今日の名言はモタさんという愛称で知られる精神科医斉藤重太さんの名言です。辛い時こそあなたは〇〇を貯めている。辛い時に僕らは何を貯めているんでしょうか。答えは、辛い時こそあなたはいい運を貯めている。ジャンプする前には必ず鏡ますよね。それと一緒、晴れた日は葉っぱが育つけど、雨の日は根っこが育ちます。辛いという感じだってあと一歩加えたら幸せになると教えてくれています。大丈夫、いい流れは必ず来る。あなたの波は必ず来る。そこまで怠らず一歩一歩準備を重ねて待とう。今日も頑張ったね。お疲れ様でした。ではまた明日。